本当にね、あの時救われたなと思ってます。ありがとうございます。俺ってちょっとその時参ってたからね、確か。なんでそんなに自分のことを低く見積もるの？だって俺が必要だって言ってるんだよ。北部さん、おはようございます。コルちゃん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。はい。今回の動画では、ある社員のメンタルの部分を気にかけて北原が呼び出ししていることを聞きつけ、その一部始終に密着することになった、うん、お話の内容としては普通に面談をするっていう感じですね、はい、そうですね、彼の仕事っぷりとか対応とかはものすごく素敵な対応をしてくださるので好きなんですけど、うんうんうん、やっぱりね、繊細な対応ができる人なんですけど、ねうんうん、繊細な対応ができる人ってちょっとね、メンタルがすごく繊細なんですね、うんうんうん、繊細な状況でお付き合いをさせていただいていて、去年今年となって心境の変化だったりだとか、うんうん、最近仕事をしていて心持ちがどうなのかっていうことをちょっと確認したくてですね、うんうんうんはい、メンタルケアをしたいわけじゃなく、うん、今どう思ってるのかっていうことをやっぱりちょっとこのタイミングで聞いておきたいかなって思ってですね、ちょっと呼び出しをさせていただきました。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、はい、お願いします。はい、はい、矢崎さん、ありがとうございます。来てくださってよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。呼び出しちゃってごめん、ね、ありがとうございます。関さんのね、心境とかを聞きたくて呼び出しをねさせてもらったんですけど、最近どうだい、働いてて。いや、楽しいです。本当に楽しい。あの、はい、楽しいです。関さんのね、笑みの多くが心配なんだよ。でもこれはもう本心から、あの、歌舞伎座で働けててよかったなと思ってます。いや、ありがとうございます、本当に、はい、6年以上は経ってますね。当時関は、たった一人、新潟で美容室、ここゆいをオープン。目標に向かって奮闘するも、想定した伸び率には及ばず、個人の力に限界を感じていた。そんな時、北原が経営するディアーズ1号店の好調ぶりを知り、組織の力を欲して関から DM したのがきっかけだった。独立して1年で連絡してくれて、そこからディアーズに参画してくれたのって、はい、どれぐらいの時間軸があってですか？一度確かお断りをされてると思うんですけど。そう、僕関さんに断ってるんだよ。そうですね、うん、なんで断ったかっていうのは多分今ではだったら分かると思うんだけど、はい、いいじゃんって思ったんだよ。利益出てるんだから、はい、いいじゃんって。だってもう勝ってるじゃんって思ったんだよ。そうですね、規模としては小さいですけど、うん、まあ、プラスではありました。プラスではあってね、生活できてましたよね。できてました。いいじゃんそうなんですけどちょっとあのもっと上を目指したいなというか、スピード感が欲しかったっていうところがありますね。実際にでそれで熱烈なアタックをもらって、はい、で木村さんクラウドファンディングされてて、ああやった、はい、でそこで僕あの言い方があれですけど支援をさせていただいて、ありがとうございます。本当にどんなちょっと言い方があれなんですか、ね、いやでも全然その応募させていただいて、やっぱりそのあれだね、言葉がすごく繊細だね関さんは。その中にここからっていう、はい、そのコミュニティ、ね、勉強会コミュニティみたいなのがあって、はいはい、でそこで入会させていただいて、でその中で今日の行動を発表する場所があったんですよね、はいはい、でそこで北原さんから学ばせていただいて、で自分の行動値と北原さんの行動値がもう天と地ほど違うんですよ、ね、もう爆裂やってるから、ね、爆裂今日あのもう今日日本のここら辺にいて明日この辺にいるみたいな、うん、あの活動されてたんで、はいはい、こんなに動かれてる方この世にいるのかと思って、でそこで改めてこの人のもとで働いてたいっていうのを改めて思って、はいはいはい、でその長野の FC 説明会のところに参加させていただいて、そこで入ったっていう感じですね。なるほどね、行動の幅を見てくれたんだ。そうですね。えそこがやっぱ決め手だったの？いやでもその前段階でぜひっていうのは思ってたんですけど、はい、より強固に固まったみたいな感じ。なるほどな、そこ見てくれたんだね。いや嬉しい。一番最初何手伝ってもらったっけ関さん？問い合わせ対応からです。やっぱそうだよね、はい、問い合わせ対応の大きなものは僕が受け止めながら、小さなものを関さんの方に、はい、小さなものっていうのが例えばそのシャンプーの成分って何なんですかとか、シャンプー買ったけどちょっとその蓋がありませんとか、そういうものからちょっとお願いしてもらって、あと髪の毛の、確かそうだよね、ツヤの髪相談室を今見てくれてるよね。見てます。お客様になる前の相談も上がってくるじゃんね。そうですね、そういうのを関さんにやってもらいながら徐々に、はい、こっちの大きなものもお願いしていいですかっていうふうにお願いしてったと思うんだけど、はい、うん、背紙相談室のさ、はい、あれ LINE って今何登録ぐらい入ってるんだろう。あ、7000だね。そうは7000だね、はい、で1日何件ぐらい届く感じですか？
あ、でも今そんな入らないんですよ。あ、オッケーオッケー。多分表に持ってってないからだね。1日3名ぐらいだったんですけど、うん、まあ、当時はもっと多かったですね、やっぱり、うん。その時って何件ぐらい入ってたんですか？一番多い時で月300件ぐらいだったので、1日10件ぐらい。で、そこから関さんにお願いして、徐々に、あ、関さんの対応ってめっちゃまろやかだなと思って、店舗にご来店いただいたお客様の対応も、ディアーズのオーナーとして、やってもらいたくて、かつそれをお願いするから本部側に来てくれない、はい、っていう依頼を確かさせてもらったんですよね。 そんなきっかけで本部に来てくれたんですよね。はい、はい、本当に、ね、あの時救われたなと思ってます。ありがとうございます。俺ちょっとその時参ってたからね、確か。あ、そうなんですね。俺ちょっとやみそうになってたんだよ。なんでこのご意見をお客様からいただくんだろうっていう、なんでこんなことが店舗で起きてるんだろうってちょっと思っちゃった時期があって、はい、うん、例えばそのマニュアルがあるはずなのに、はい、マニュアルを社員じゃなくてオーナーが準じてない時ってあったじゃないですか。あります。なんでオーナーなのにこれやらないのって、それやるって分かってきてるのにって、はい、だから徐々に FC のオーナー面談っていうのは厳しくなっていったんでね、もうマニュアルをちゃんとやってくれない人は入れたくないって。確かに、お客様に迷惑かけるからって。そうですね、多分最初ってそのディアーズの FC のオーナーさんってこういう人を救いたいみたいなところの優しさから確か始まって、そうだって助けてくれって来てたからね。そこがスタートだったので、そうだからマニュアルをちゃんとやってくれるんでね、そうですね、うん、はい、だけど徐々に層が変わってきて、はい、成功したいっていう人たちが結構増えてきて、そうです。でその人たちって結構ね、もう抑制が効かないというか、自分が思うやり方があるんですみたいな、だったらもうディアーズじゃなくてええやんっていう風に思ってきちゃったりとか、そうですね、うん、そういった方からエラーが出てる感じはしますね。ね、そう、はい、だから入り口ちゃんと見直そうって、入り口面談しっかりしようってことで、今となっては FC 説明会に来てもらって、かつ僕のスクールに1回入ってもらって、僕はこういう考えだからマニュアルを大事にしてるんだよ、でそのマニュアルの重要性が分かった人間じゃないとマニュアル通りやらんから、はい、マニュアルの重要性を分かった状態でそれでも希望するんだったら FC 来てね、その方がお互いに苦痛がないからね、そうです、ね、お客様にも迷惑かけないからねっていうふうに、徐々に FC の窓口が徐々に、ね、高くなっていったんだよね。でもね、はい、窓口全然高くないんだよね実際に。そんなじゃないと。だって時間さえかければ入れるんだもん、うん、はい、でもその時間待ってらんないですよ、さっさと成功したいですって人はもう落とすっていう、うん、でもそうしてるからこそ今174とか、うん、崩れなくなってきてるよね、はい、やっぱりちゃんとしてる人たちがね来てるからね、はい、うん、関さんとそれは入り口徐々に作れていったなと思ってます。ありがとうございます、本当にありがとうございます。結構関さんに任せてるところって、はい、重い案件が多いって思ってるんですよ。象を渦巻く案件が多いんですよ。はい、今関さんにやってくれてるところって、はい、まあ、Twitter のね、その僕が発信してること、僕が発言してること、YouTube で喋ってること、時の部屋で喋ってることを140文字にまとめてくれて、ね、代理投稿してくれるじゃないですか。140にまとめてもらって、僕にチェックかけてもらって、はい、あ、この投稿だったら大丈夫ですって関さん見てくれてるじゃないですか。はい、で、ここに関しては、多分象は渦巻いてないと思うんですよ。ここは大丈夫です。ここはね。だけど、お客様の窓口だったりだとか、今お願いしているクッション役になってあげてねっていうところの案件って、ちょっとこういろんなこう感情が渦巻くところじゃないですか。関さん中心に感情の台風ができてると思うんですよ。僕は目になってる感じですね。でね、関さんの感情ってのはいつも一定してるなと思ってるんだけど、つまりそれが本当に一定してるのってのが知りたくて、関さん潰れないっていうのはね、はい、うん、ちょっと気になってるんですけど、今のお仕事どうですか？僕はもうそこに関してはメンタルは崩れてないです。なんで？なんで崩れないの？え、これは、うん、面白くねえなーとか言ったら言い方次第でどうとでも受け取れてしまうんですけど、うん、はい、まあ、他人となんですよね。僕の店舗で起こったことじゃないです、ね、あ、自分がその問題の中心となるコアを発展させてないってことかな、はい、そうですね、自分起点になってないっていう、はい、自分の生んだものから発生したものだったら責任がすごくあって、あ、申し訳ございませんっていう気持ちになるかもしれないです。ああ、それあった、俺あったよ、俺が生み出してしまってすいませんって俺あったもん、はい、ディアーズの店舗であったクレームに関してはオーナーがやってることでも、はい、俺が生み出したマニュアル、そして俺が選んだ人がちゃんとマッチしてなくてすいませんっていう、もう潰れそうだった俺ちょっと、はい、うん、けど他の店舗で起こってることって、うん、僕に関して行ってしまったら外で起こってることなので、なるほどね、なのでそこで僕が窓口に立ってそのエラーが起こってしまったお客さんに対して対応するのには何の感情も動かないというか、淡々といけるんだ、淡々といけます。
あのただ無責任にやるとかじゃなくて、あの感情の変化っていうのはなく対応できるってことですね。あ、無責任な対応はしてもらってるとは思ってない。すんげえ丁寧にやってくれてると思ってる。本当に、うん、そこで心は別のところに置いとけれるんだ。そうですね。なるほどな。いや、すごいな、それ。いや、とんでもないです。俺持ってかれちゃうからさ。俺今さ、ニュースつけてるだけでもダメなんだよ。あ、そうなんですね。持ってかれちゃう。ニュースって基本的にいいことって上がってこないじゃん。まあ象を渦巻くことしかやらないじゃん。そうです、ね、俺あれ全部受けちゃうからテレビ見てらんないんだよね最近。北野さんの方が繊細。俺ダメだと思う。そこダメなんだよね、本当にね。じゃあそこは分かった。だけどさ、とりあえず今のお仕事は問題ないってこと？問題ないです。でもさ、去年問題1回あったじゃん。2022年の9月10月ぐらい、関さんいきなりさ、北原さんお話があるんですっていきなり連絡してくれてさ、来たよ来たよって思ったんだよ。お話ってこのパターン来たよって、ね、経営者が怖がるパターンですよ。お話があるんですってさ、関さんから、あ、なんだろうなって、まあなんとなく分かったんだよ、はい、うん、ね、ちょっと僕歌舞伎隊辞めたいですって。あの時は本当に辞めたいって思って来てくれたの？あの時は辞めたいと思ってました、ね、うん、なるほど、はい、なんで辞めたいと思ったの？自分がやってる仕事って言ったら誰にでもできることだと思ってたんですよね、うん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 、でその中で、自分の仕事に価値を感じられていなかったっていうのがまず大前提で1個あるんですけど、うんうん、その上で他の方が担当している領域の仕事を任せることもたまにあるんですけど、はい、そっちに関して一瞬でこうポンコツになってしまうというか、最初できないんですよね、やっぱり。なのでそういったところで自分が原因で他の方の仕事の進捗が遅れているっていうことに対してすごく罪悪感を感じた。耐えられなかったんだ。耐えられなかったです。じゃあちなみに言うと、それがなかったら大丈夫だったってこと？それがなかったら何のものでもなかった。ではその新しい仕事を振ったことによって、そこの進捗を遅らしちゃってることに対してすごく責任感を感じてしまって、辞めたいですっていうふうに思ったんだ。なんでそれが辞めたいですになっちゃうの？だってさ、そのお仕事に関しては辞めたいですじゃなくて、なんで全体を辞めたいですになっちゃうの？持ってかれちゃったのかもしれないですね。ニュースと一緒じゃん。持ってかれちゃったのじゃん。そうですね。なんでって思ったのよ。その原因がだよ、はい、原因がやりたいことがあるから辞めたいですとかだったらまだ分かったわけよ、はい、そういうのはなかったのかい？それは別になかったですね。なるほどね。で、あとね、もう一つね、俺はね、この対応は、はい、関じゃなきゃできないと思ってることをお願いしてるわけよ。誰でもできると思ってないの。関さんじゃなきゃできないと思ったの。で、うちのメンバーであれできるのがいないぜ、マジで。そう。え、そう思わない？そうですかね。俺はそう思ってるよ、はい。だから適任者だと思ってお願いしたんだよ。誰でもできることじゃないんだよ。ずっと関さんには言ってんだけど、なんでそんなに自分のことを低く見積もるの？ずっと低いじゃん。低いですね。もっとこうなれよ。でもなりすぎちゃう、俺パキンちゃうからね。長すぎっつって。だけどさ、もうちょっと自信持っちゃいいじゃん。そうですね。だって俺が必要だって言ってるんだよ、はい、なんで俺に対しても必要とされてないとか、そこに対して崩れちゃうのかなと思って。やっぱり自分のことを認めてないっていうのはまずあると思うんですよね、うん、自分のできるところよりもできないところに目がいってしまう。目が行きすぎだよ。そうですね、うん、はい、やっぱり自己肯定感を下げたりとか、はいはい、っていうところにつながってしまって、それがこうずっとグッグッグッってなった時に限界を迎えてやめますっていうふうになってしまったのかなと。もうね、これがね、すごくブラックな労働環境、それに全く見合わないお給料ってことだったらまだ分かるんだけど、はい、関さんに提供させてもらってるお給料とか条件って、はい、多分悪くないと思うんですよ。めちゃくちゃいいです。めちゃめちゃいいわけじゃないですか。はい、はい、そこのお仕事だけで生活ができちゃうぐらいの、美容室なくなっても生活できちゃうぐらいのものだと思うんですよね、はい、だから関さんの部分で僕がね、そこでなんで全てを放棄するやめますが出ちゃうのかが分かんなかったんですよ、その時。多分理由としては、そもそも僕が手伝ってくださいって言われたことって、うん、その北原さんがやっていたことを僕が肩代わりして、北原さんのリソースを開けるっていうのが役割だったわけですよね、うん、はい、当時はね、はいはい、で僕その思いがずっと強くて、はい、自分が働くことで優秀な人たちのリソースを上げることでこの組織が大きくなっていくんだっていう思いがあったんです、はいはい、でそれが僕の仕事だと思ってたんです、はい、なんですけど他のところの仕事を任された時に、僕のせいでその優秀な人たちのリソースが奪われているっていう事実が、はい、これ存在価値
あれないんじゃないみたいな感じを極端すぎるよマジで自分がその抱えている仕事以上に人のリソースを奪ってしまっているんじゃないかって思った時に、辞めた方が歌舞伎座が成長できるよねって思っちゃったんです。自分が去った方がこの会社のためだって思っちゃったの？そうです。それはずれてるよ。俺そばにいてくれってずっと関さんに言ってるじゃん。まあそうですね。ただ北原さん優しいのでそういう言葉をかけてくださるんです。優しさじゃ言わないよ優しさじゃ言わないよ。ちゃんと欲しい人に欲しいって言ってるだけだって。そうですね、お話しさせていただいてようやくそれがこう分かっていただきましたか？ようやくで分かりました。あの時関さん電話でさ、もう男泣きしてくれたわけじゃないですか、はい、めっちゃ泣いてしまいました。めっちゃ泣いてしまいましたよね、はい、だから僕はもう前から言ってること変わらないと思うんだよね。関さんに手伝ってほしい、関さんにそばにいてほしい。で、僕が関さんに新しく投げる試練っていうのはさ、別にできてもできなくても関さんの存在価値は変わらないわけよ、はい、僕の中では。でもやっぱり関さんにも新しい事業を生み出してもらいたいし、関さんの成長もしてもらいたいんだよ。で、関さんは優秀な人のリソースを開けるための要因じゃないんだよ俺の中で、はい、うん、だけどその役割ってね、間違いなく必要な役割であり、かつその人たちも前に出れるときは別に出ればいいと思ってるんだよね。で、関さんにはバックオフィスもフロントもやってもらいたいっていう思いを僕は前から伝えてるわけじゃん、はい、だからフロントに今出始めてってるじゃん、徐々にね、はい、徐々にね、はい、うん、でかつそのフロントに出るにあたっての必要なことを一緒に作ってくれっつって挑戦しててもらうわけよね、はい、で別にそれができなかったところでバックオフィスの方に集中してもいいし、できるけどフロントに戻るっていうのはすごく大事なんだよ、はい、うん、だって俺だって今前線でフロントやってるけどさ、多分ね3から5年後にバックオフィスにもう一回戻るんだよ、はいはい、関さんの会社だってこの先生まれるからね、多分今年で2社か1社は必ず生まれるわけじゃん、はい、関さんの会社がね、はい、うん、そうなった時にね、CEO 陣の育成をしてた時に俺もう一回バックオフィス戻らなきゃいけないんだよ、はい、CEO たちのバックオフィスを僕がリーディングしてリードしてって、はい、指導していかなきゃいけないから、なんならフロントに立ちすぎちゃいけないと思ってるからさ、はい、フロントバックオフィス、フロントバックオフィスってやっぱ交互に動かなきゃいけないから、それを関さんに今練習してもらってるわけじゃん、はい、で一回フロント側の仕事してそれがダメでね、それで俺には存在価値がねえっていうのはさ、ちょっとストーリーとしては面白くなくない？それで引いちゃったら。そうですね、ちょっと安易に選択しすぎたそうだよかなと。だって俺さ、俺それで攻めた？攻めてないです。周りが攻めてきた？チームが攻めてきた？誰も攻めてないでしょ、はい、うん、関さんって仕事ができないよねとか、関さんのこと嫌いだっていう案件で上がってきた、はい、1ミリもそんなことは上がってないでしょ。上がってないです、うん、だってみんなは感謝してるからね、俺を筆頭にみんなも感謝してるからね、はい、全メンバーに対して。うちのメンバーってさ、めっちゃいいなって思ってるのはさ、リスペクトがあるよね、はい、あります。で、はい、うちのメンバーってさ、誰かが指摘した時にそうですねって言えるメンバーで構成されてるじゃん、はい、かつそうですねって言えるメンバーだけが残ってってるじゃん結局、はい、それを関さんは誰よりもやるじゃん。まず認めてくれるじゃん自分の非を、はい、うん、それを見捨てるような発言とか行動を僕が少しでも素振り見せた過去に、いや一切ないです。じゃあなんでそっちから離れるの？なんでそっちが勝手に撤退しちゃうのさ？相談してよもっと。でもそんな相談の時間も悪いんですって思うんでしょどうせ。お給料とかっていうのはもう満足できるほどいただいてるっていうのはもう間違いないんですけど、うん、はい、やっぱりその辞める時の心情としては、自分がどうっていうよりも僕はもう歌舞伎座の人たちがもうみんな好きなので。みんな好きなんです。いや好きなんですよなんでその人たちに迷惑をかけちゃいけないっていう、その時は迷惑をかけちゃいけないから僕が辞めることで身を引こうと思った。全然もうそっちの方がもう損失だよ俺からしたら。あの時北原さんにおっしゃっていただけて今はそう思えるようになりました。でしょ、だってあそこから関さんのプロダクトが3つぐらい生まれてるじゃん、はい、稼働してるじゃん。それはありがたいことに関さんにお支払いしている人件費よりも、はい、そこの売り上げっていうのが大きく上がってきてるじゃん今は、はい、ね、でしょ、上がってます、うん、上がってるでしょ、はい、うん、なったじゃん結局。よかったですね。で別にそれがね崩れてもいいんだよ。もう今僕はね、関さんにお支払いしている以上に関さんのおかげで業務も軽くなってるし、新しい出会いも生まれてるし、新しい事業も生まれてるし、チャンスももらってるんだよね、はい、うん、だからもし北原さんからもらってるばっかりだって思ってるんだったら、僕も関さんからちゃんと成長をもらってるんだよ、はい、
株式会社の成長としてもらってるわけだよね。株式会社北原貴彦としての成長をもらってるわけだよね。だから関さんはそこに対してもう二度とね、辞めるなとは言わない、辞めないでほしいよ、一緒にいてほしいよ、はい、一緒になんならあの目指してるところを一緒に登ってきてほしいし、一緒に成長成功して一緒に生きていきたいと思ってるよ、うん、思ってるんだけど絶対辞めるなとは言えないんだよ、言わないんだよ、ね、これは全社員にそう言ってる、うん、だけど関さんが成長できて、関さんの成長が家族に還元されて、結果として関さんの自己実現がね叶うなって思ってる限りは、嫌じゃなかったらやっぱ俺のそばにいてほしい人材だなって俺は思ってるんだよね、うん、だからそこのこの相談をやり取りなしにいきなり辞めますっていう決断はねしないでほしいなって思ってる、うん、やりたいことがあるんだったら全然やれよなんだよ、やっていいよなんだよ、はい、でそのやりたいことのためにうちの会社にいることがボトルネックになってしまうんだったら、それを俺も受け止めるよ、あそれはそうだねって、だって俺基本的にさ何か挑戦したくてさ、はい、離れたいですっていう人のことって基本止めないじゃん、止めないですっていうか応援するじゃん、はい、頑張れって、はい、ダメだったら戻ってこいぐらいの感じなんだよ、はい、やってこいよって、はい、別に攻撃なんかしないしさ一切、はい、で結果としてどうなの、それを乗り越えてさ、俺去年一番うちの会社で内面が成長したなと思ったのは関さんって思ってんだよ、そうなんですね、えでもどう実際、俺は変わったと思ってるんだけど、はい、関さんは変わったと思ってるの、僕も変わったのが実感しました、うん、今までは必要以上に遠慮してたところがすごくあったんですけ ど、ねうんうん、今は自分をもっと出してるというか、うん、もっと自分を出していいんだだったりとか、はい、そこまで遠慮しなくていいとか自分の色を出せるようにちょっとずつなってきてるなっていうのはあの時点からなりました、なるほど、あれがあったことによってそこからです、だからあれはきっと関さんにとって必要なイベントだったのかもしれないね、今ではそう思えるよね、はい、あの時に北原さんが引き止めてくれたから今があるっていうのはありますね、うん、僕はもう辞めるつもりで北原さんにご連絡して辞めますってお伝えした時に、うん、北原さんが関さんの考えてる方は違うんだよっていうことで正してくださったから今ここにいれるのかなっていうのはすごく思ってますよ、だからとにかく関さんに言うのは何かがあっても何かがうまくいかなくても一人で抱え込まないでってこと、はい、うん、じゃあ関さんは去年の関さんよりもその出来事がある前の関さんよりも今の関さんの方が自分としては自分のことが好き、生きやすくなった、好きです、生きやすいです、じゃあ今年関さんと僕と一緒にやる会社が、多分1社か2社今年立ち上がると思います、はい、はい、じゃあそれをしっかり先陣切ってやれるようにねしてっていただきたいなって思ってますので、はい、はい、それを受け止められるようにしておいてください、はい、 OK ですか、はい、はい、そうしました、なんかこう今不安に思ってることとか、はい、乗り越えられない課題感っていうのは今現状ありますか、いえ取り組めば全力で乗り越えられるものだとは思ってるので、うん、いいね、そういうふうに思えなかったですよね、うん、あの時の電話の前は、はい、ね、やめることで、でもやめることで解決しようと思ってたよね、それって絶対成長しないじゃん、そうですよね、俺だってさスクールの時も言ってるじゃん生徒にね、99回空振りでもいいけど100回やる覚悟で100回目で当たればそれでいいからねって言ったのにもかかわらず、関さん一発目で当たらないからやめますだったじゃん、あの時何聞いてんのって思ったんだよ、いやよくなかったです、うん、死ぬの、いや死なないです、死なないでしょ、俺が関さんの存在を否定するの1回目で当てないと、いやそんなことはないです、チームが否定する、チームです、でしょ、はい、何回もやればいいじゃん、俺のセミナー何回もさ調整してってるの見てるでしょ、はい、セミナーだけじゃないじゃん、ありとあらゆることを何回も反復しながら上手くなっていってるじゃん俺自身が、はい、一発目で上手く当ててるように見えてる関さんにとって俺は全部、いや何回もチャレンジして裏側見てるでしょ、見てます、裏側全部見てきてるじゃん、はい、なんで自分に対しては一発目で当てなきゃいけないみたいな厳しいところに持ってっちゃうの、関さんは99回空振りができる人間じゃん、はい、今ではそうです、でしょ、はい、一緒に空振ってこうよ、はい、うん、いい、やります、やってね、はい、申し訳なかったなと、何が申し訳ないの、ずれた申し訳なさはいらないよ、何が申し訳なかった、辞めるという決断、そこ、それそれ1回目で辞めるっていう挑戦しなかったって、そこに対しては申し訳なく思ってほしい、はい、そうです、ちゃんとサポートしてください、はい、そしてフロント案件関さんのところで生まれてるんで、それしっかり責任持ってフロント張っててください、はい、勝手に自分に対しての自分で作り出すプレッシャーで潰れないでください、それは約束できますか、約束します、はい、じゃあこれから先も長くね、じゃあお願いします、よろしくお願いします、はい、関さん時間取ってくれてありがとうね、とんでもないです、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい。
関さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、関さんの自己肯定感に触る部分であったりだとか、はい、一回ちょっとやめるっていうお話が出たりとかっていうところでお話があったと思うんですけど、まあざっくりなんですけど、どうでしたか、実際話してみて。いや、でもやっぱり改めてお話できてよかったなとは思います。やっぱり、一応お話しさせていただいて、その辞めるっていうお話をした時に、まあ感情としては整理できたんですけど、やっぱりその北川さんと喋るたびにまた腹落ちできるっていうか、また意志が固まるっていうのはあるので、やっぱり今日来れてよかったなと。はい、なるほどですね。北原さんからはいろんな負担の部分で助けてもらってるっていう言葉をもらってたと思うんですけど、純粋にどう思いました？いや、嬉しいですよ、役に立ってるよっていうことを言葉に出して北原さんに伝えてくださって、そのためにやっぱりこう、あ、ここで働いていてよかったなとか、いていいんだっていうふうには思えてるっていうところはあります、ね、なるほどですね。今日は急遽だったんですけども、撮影をさせていただきました、はい、今日はお時間いただいてありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。関さんのコンテンツはね、視聴者さん側よりのものが多いんじゃないかな、はい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 、そうですね。高山の動画なんか何が面白いんだろうと思って見てたからね。